おはよう。前回の続きからやっていきます。弾もフル装備っていうか、フルに、充電完了しましたので、フル装填完了したので、行きましょう。なんだっけ、薬を調達してくるんだっけ。ちょっと物語の、あれを忘れてしまってるんですけど、あ、違う、こっちか。ブーザー、いるか？腕はどうだ？とりあえずこの、あ、ブザーのとこに戻るんですかね、多分。ああ、そうか。こっちはまだネロの検問所に向かってるとこだ。包帯や軟膏なんかを探してみる。包帯？あ、ネロの検問バ所。カ言うな。腕の火傷はそんなに軽くねえだろ。じっとしてろ。すぐに戻るからな。相棒がちょっと暴走しかけてますね。何？痛み止め。そんな痛いんだ。やっぱりね。いやー、今年の風邪はね、ちょっと本当にたちが悪くて、まあ感染したんですけど、風邪にね。ん？止めたやつは知り合いか？ラジオを止めるなんて恨みがありそうだ。元俺のキャンプにいた連中だ。盗みや殺人を気にしたことが気に入らなかったらしい。絶対カイバセットでしょ、この声。あるいは俺と同じで、お前の陰謀論を聞くのにうんざりしたか。だな。でですね、話の続きなんですけど、風がほんとやばくて。一回良くなったんですけど、昨日とか一昨日とか。また喉が痛み始めてね。これ、ぶり返したって言うんかな。初めてなんですよね、こんなことは。とりあえず感染者がいたら困るんで、ゆっくり行きます、ここは。こういうのは慎重。どっから、どこにいてもおかしくない、この状況は。まあ、いたら撃つんですけどね、もう。サイレンサーってなかったよな、確か。持ってないんですよ、今俺サイレンサー。ああ、欲しいな、サイレンサーな。風邪をあんま引かないんですけど、僕結構。風邪をひいたのも2年ぶりぐらいかな。 この風邪はほんと厄介。だから喉が本気で痛くて、なんか建物がある。あれはちょっと行ってみましょう。なんか掘っ立て小屋みたいなのありますね。怖えな。え？いや、マジでこういうの苦手なんですよね。言ってもね。やってるけど、苦手は苦手なんですよ、本当に。多分本当に心から思うんですけど、向いてない。これ銃を構えたりするのもすげえ、あんま好きじゃないんですよね、正直。じゃあなんで買ったんだって話なんですけどね。ただ僕あれなんですよね。ゾンビが好きなんですよ。ゾンビものが結構好きで。だからウォーキングデッドとかもすごい大好きだし。そう。で、ゾンビ系の映画も結構見てるんですよね。多分この感染者だったら、この今のこの、ウィズ・ゴーンでしたっけ？このゲームのタイトルね。この感染者は、ウォーキングデッドのゾンビとかいう感染者とはまたちょっと違いますね。あれだわ、あれ。Z？ ほら。ブラッド・ピットが主演の映画で、確か Z って名前だったんじゃないかな。っていうね、映画があるんですけど、ゾンビっていうか、それに近いですよ。道がなくなってしまいましたね。やべえ、めちゃくちゃ喉痛い。ほんと、どうしよう。あ、落ちる。なんかあんま、ああ、落ちた。思いのほか、
フリーカーがいないのが助かるかな、今回。そう、感染者のことをこの世界ではフリーカーと呼んでるみたいで。え、いろいろそれ、なんかニュートとか、なんか、うん、リッパーとかね。いろいろいるんですけど、感染者が。その中でも一番厄介なのが、リッパーってやつ。あいつは厄介。てか、知能を持ってるんで、隠れて撃ってきたりするんですよ。あれはダメだよ。これ、キノコ、これ。ゲーム、ブロードキャストするのに十分な品質ではありませんって言われちゃってるんでね。お使いのインターネット環境が。厳しいっすよね。どういう、あ、これ全然遠くなってるわ。こっちに、こっちだ。待って、いる。今なんか、うめき声したぞ。いるね。怖いんで。でも、思いのほかいないですよね。フリーカーが。なんか声は聞こえるんですけど、わー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 言ってる。これ岩があるからいけねえな。どうしたもんかな。進めないんですよね、先に。この目的地の。こっちから行くのかな。さてはね、多分こっちからこう行くんでしょう。あ、こっちだね、多分ね。あ、もうこれ基本しゃがみプレイですよ。あの無用な戦闘は避けないといけないって前回も言ったんですけど、でもあれなんですよね、弾のその弾薬とかさ、回復キットとか買うのに結局ね、この世界お金っていうのがもう、お金っていう概念がもうないんで、文明が崩壊してるんで。結局そのフリーカーを倒して、フリーカーの耳をね、もぎ取って、それを、それと交換と、いうことなんですよね。いや、いるぞ、いるぞ。だから、戦っていかなきゃいけないんですよ、結局。怖えなぁ。絶対いるって、もう、この辺。ちょっとマジで慎重プレイでいいですか、これ。怖いんで、俺。ビビリなんですよ、マジで、こういうの。だから、絵が綺麗でいいっすね。楽しい。なんかいる？これ。違う？これ。ちょっと音量大きめにしよう。聞こえねえわ、フリーカーの声が。いる、いる。いる、今いた。なんか足音聞こえた。怖い、マジで怖い。どっから来るかわかんねえからさ。いるいるいる。おいおい、声が聞こえる、声が。どこ？え？声が聞こえるって。すぐ近くにいるんすよ、絶対。ギャーギャー言ってるんで。やばい、絶対近い、これ。ただまだ俺見つかってないっぽいんで。怖え。マジ向いてねえ、このゲーム俺。超ビビリプレイ。あ、いるね。あいつだろ。でもこれ、発砲するじゃないですか。発砲すると、確実に寄ってくる。どうしようかな。え？すげえ近くにいるんだけど、多分これ。ただ、え？やべえ、動けねえんだけど、こっから。多分あいつでしょ？まあ、撃ちまくるか。最悪。あ、いるわ、ここ。すげえ勢いでいますよ、ここ多分。あいつからまず
こういうのは鉄則は、そう。こういうね、離れてるやつから一頭一頭、一匹一匹ね、その前にまず、アイテムがなんか転がってねえかな。まあ、その前にあいつを。ここだな。ブーザーズ治療に使えるものがあるといい。いや、その前にいっぱいいるんだって。お前まず自分の命を、まあお前の命は俺にかかってんだけども、自分の命をまず心配しようぜ、この状況。その相棒も大事だけどさ、すごいもたついてるよね。あ、待って、ここ隠られ、いる？なんかここにいたやついなくなったよな。いるんじゃないか？この辺絶対いるよね。あ、いなくなった。そんなバカな。あれ、いない？消えたよ。絶対いたって、ここ、さっきまで。あ、ゼロさん、こんばんは、晩は。晩は、晩は。怖いんで、ちょっと、見守ってってください。めちゃくちゃ怖いんすよ、このゲーム。苦手ですね。楽しいんだけども、向いてないわ、俺、絶対。何？え？絶対近くにいるよね、これね。あ、いた、あいつだ。まずこいつを何とかしなきゃいけない。うろうろしてるやつ。あいつをまず、俺がやっつけるんで、見ててください。かっこいいところをね。こいつ、まあ、行くしかないね。いや、撃たない。弾薬がもったいないんで、節約。うわ、節約しないと。そう、こういうのは、ウォーマーの耳。ここで来られたらもうおしまいだよね。とりあえず1匹は処理したんで、多分あと3匹ぐらいいる、確認した感じで。待って、近くにいる。待って、超怖い。出れない。すぐ近くにいるって、この鳴き声。ほら、絶対いるって。怖いよ。いや、待って、振らないって、振らないよ、それはなしだで、お前。うわ、ビビった、マジ怖え。それやめようぜ。いきなり目の前行くのやめようぜ。もう心臓止まるかと思った、今俺。怖いよ。あと何体いる？発電機が近くにあるはずだ。何？バレた？お前は素手で倒す。発砲音がうるさいからな。よし。あと何体いる？もう3体殺したぞ。面白いってか怖い、俺は。非常に怖い。発電機。ああ。何体いんの？ここやばくね？もうね、弾は節約していかないといけないんで、基本、大群じゃなかったら、一匹ずつナイフで殴り殺します。絶対いるね、これ。絶対近くにいるよね。ブーツナイフ。まあ、バットとかもあったんだけどな。まあ、ナイフでいいわ。で、トカレフ。ここ絶対いるよな、中。うめき声。あ、待って、いる。こいつは後ろから背後に回り込んで。おい。ここやばい。結構な人数がいるよ。ここ。ここやばいぞ。あ、レオ様こんばんは。バイオハザードでもナイフ強し。ナイフいいっすよね。ただここでこんなうろちょろしてる間に結構倒したな。耳は稼げてる。耳がお金なんだよ、これ。このウォーマーの耳。
ここ行ってみよう。多分中いないかもしれない。意外と空いてないんだ。参ったなこれ。いやでもこれね、誰かが見てくれてるって言うだけでだいぶ心強いよ。これ一人で俺絶対できねえもん。マジ怖いっすもん。ほんと、待って言う？発電機の近くにあるはず。あ、この辺か？発電機。これじゃないか？これ違うのか？これ灯油ね。発電機近くにあるってよ。あ、でももういなくなったか。あらかた勝たした。5体ぐらい倒したもん。発電機見つけたぞ。あった、これか。建物の上見つけてやりまくる。いやいや。まあ撃ちまくりますけど、見つけたら死んじゃうんで。動かないじゃん。動かないんだ。困ったね。あれ？こいつもしかして感染者じゃないね。ただ死んじゃってるよ。かわいそうに。どうすんだよこれ。発電機の燃料を見つける。多分この辺にあるんだな。じゃあ燃料ね。 OKOK。 多分この辺。あー、これね、気をつけてくださいね。これいきなり飛び出てくるからね。これ前あったから、それいきなり来るから。これあー、危ねえ、ビビった。このトランクの中マジ恐怖なんで今俺。今日だよね、このトランクの中から出てくるのは。ここは大丈夫、このエンジンはね。エンジンの方は大丈夫なはず。燃料、いや、いきなり飛び出てきたもん前。超ビビったわこれ。燃料ってどこ。あ、これいいね、いい武器を見つけた。これでちょっと強くなった俺は。ここはやばいね。あ、これは大丈夫だ。あんまりもたもたしてっとさ。あ、これじゃないか。これ違うの。ガソリンってこれとはまた違うんだ。あ、あれじゃない？あれじゃない？ねえ、これだよね、多分ね。ねえ、あったよね。よし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 。これでこれを入れれば大丈夫だ。風の音でさ、聞こえないんだよね、あの奴らの声が。常に見てないと周り。怖えわ、こういう時。一番油断しちゃいけない時だよ、この。よし、捨てる。いやー、なんか嫌だな。やめて、変な大きな音出さないで頼むから。やばい、来てる来てる。なになになに。あ、待って待って、来てる来てる来てる。絶対やばい、いっぱい来てるこれ。ちょっと勘弁して。それは怖い怖い怖い。逃げ場がない。上に登ろう、とりあえず上に登ろう。困ったら上に登れ。何、やめて。ちょっとどこにいんの、そのいっぱい来てる感じ。やめて。何よ。あ、いた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 。上から狙い撃ちだなこういうの。こういうのはもうしょうがない。バンバン行くしかないよ。
うわ、来たやん。うわ、上登ってくんかい、こいつら。どんどん来てるやん。うわ、やばいやばいやばい、外し、うわ、まずい、あー、危ねえ、怖え。やべ、弾がいくらあっても足んねえぞ、これ。ちょっと怖いんですけど、もう下降りたくないんですけど、俺走るのやめてほしいよね、マジ怖いから。あ、しーちゃんこんばんは、パキュン。マジ怖え、このゲーム向いてねえわ、心底思う。多分3体倒したからもう出てこねえべ。どうすんの、ところでこれ。開かないんかい。あ、ここで隠れられたんじゃん。これどうすんのよ。これまたウォーカー寄ってくんじゃないの。ねえ。え、これどうすんの。いやいやいや、わからんわからん。目的地がここになってるんだけどさ。あ、止めよう、これダメだ。あ、包帯を見つけるわけね。これうっさい、うっさい。ちょっと止める止める止める、うっさいわこれ。ダメだ、一番ダメなやつだ。止めなきゃダメだね、やつらがもうウジ虫のように来るわ。包帯を見つけるわけね。包帯なんてあるか。この中にあるってことか、この建物の中にね。でも入れねえんだよね、困ったことに。どっから入るんだろうね、入り口が分かんないってさ。あ、なんかある。ファイヤーアクスだって。いい武器をもらったぜ。ファイヤーアクス、あ、ここじゃない、違う。入り方分からないんですけど、ここなんだよ目的地がね。ああ、この辺りから包帯を探し出せばいいんだ。どうやぶち破ると。いや、そこまではできねえっしょ、さすがに人んちだからね。まあそんなこと言ってる場合じゃないんだけどね。っていうか、多分ぶち破れるアクションがない。多分この辺にあるんじゃねえか、包帯探しとけば。多分この辺にありそうだよな。これも違う。こっからも開かないな。全部試してみて、見ようか。片っ端から開きそうな場所をね。でも多分全部調べたと思うんだよね、俺ね。
まあでもしばらくもフリーからいなそうなんで安心ですね。もういや、ああいう走って来られるのほんときついから。あ、やっぱ全部開けてるわ俺、多分試してるわ。ああ、開かないんだ、ここ開かないんすわ。じゃあどうやって、じゃあ中入れないから多分この辺とかからもう包帯探すしかないでしょ。包帯を見つけるだもんね。ないもん。これは久々にグーグル先生か、これ。いやでも中入れるはずなんだよね。中にこのいっぱい三角のやつあるんで、ある、いっ、あ、やっぱ絶対中入れるわ。何かを見落としてんだな。どうしましょう。とりあえず開けてみよう。まあ多分この中に包帯はないでしょうけども、ピストルの弾でかい。ピストルの弾でかし、でかいっすわ。こういうところにもね、意外となんか掘り出し物のアイテムがあったりするんですよね。サイレンサーが欲しいなあ。あ？灯油だ、灯油。こいつ生きてんじゃねえの？こんなの撃った記憶ねえぞ、俺。いきなり、あの、襲いかかってくるのとかなしね。マジで。それはなしね。死んだふりとかやめて、ほんと。あ、いなくなった。死体が。え、今、死体あったよね。車からドアの鍵出たりした。あ、そのパターン？っていうか、そうか。この倒れてる人間が持ってる可能性あるよね、鍵を。その可能性もない？いや、派手な音出しすぎだろ。もうちょっと慎重に入ろうぜ。物音を立てちゃいけないって言ってんのにさ。ちょっとこっち側ちょっと見てみましょうか。多分こっちまだ行ってなかったよな。あ、行けないのか。いや、いけないことはなかったけど、あー、すげえ、いっぱい死んでる。これフリーカーでしょ、多分。これ落ちたら終わるね、多分。死ぬわ。ここは落ちれないから。やっぱ上に登ってじゃあなんかあんかな。やべえ、マジで迷ってる。中に入れないんすもん、だって。どっかから、上からかまた入れるのかな。いや、入れないよね。包帯、ドア玉ぶち抜くとこだ。わかんねえ。撃てば入れんのかな。デンジャー、多分これ撃つんじゃねえの、怖えけど。弾あんま使いたくないんですよね、ぶっちゃけ。ドンノットエンター。いや違うっぽいな、これ。あんま弾無駄にしたくねえんだよな。うわ、すげえ、ちゃんと銃弾の穴開いてるからね。あ、ロックがかかってるから、これロックぶち壊せばいいんじゃないの？そういうわけじゃない。すごい、ちゃんとリアルに穴開いてるからね。で、弾痕も消えないっていう。リアルだな、作りが。
これはこれで面白いですね。ドンノットエンター、デンジャー、火炎瓶とかぶち投げんのかな、これ開けんの。どういうことなんだろう、わかんねえ。ちょっとこれ調べるしかねえかもしんねえ、マジで。 Google でこれ爆発するとかそういう違うよね。車にドアの鍵ね、そんなことする？本当になんかドアぶち破りたくなってきたんだけど。やべ、どうしよう、マジで迷ってる。灯油入れたし、これ結局何だったんだろうね。包帯を見つける。ごめん、ちょっとこれ、ああこういうことはあまり良くないね。でも分かんないんだよね。ショットガンでこれぶち上げていいのかな。多分意味ないと思うけど、てか弾がもったいねえからマジでやりたくねえ、それは。ちょっと、あ、やっぱダメだ、開かねえわ。やっぱ開かないもんは開かないんだな。どうやって開けんだろう、マジでわかんねえ。包帯、ここで迷う人っていいのかなっていうね、話なんですけど。ああ、やっぱ中だ、絶対中にあるんだ。ここだよ、ここ。中に入んなきゃやっぱダメだね。入り方がわかんねっていう。これ暗証番号でしょ？あ、困って、このブレーカー関係ある。あ、リロードする？ドタマぶち抜くとこだと。ドタマぶち抜く。ドタマ？これ関係ないでしょ？こいつ撃ったって関係ないよね。多分意味ないと思うんですよね。弾がもったいないはず。うわぁ、やっちゃった。無駄な殺傷。てかまあ、もともと死んでたけど、弾を無駄にしてしまったな。かわいそうなことした。血が思いっきり出たからね、今。雨降ってきたよー。やっぱこれこれでも撃っても関係ないってのは分かったからな、さっきな。やっぱ雨が強い。どうすんだろう。ちょっとごめん、調べていいですか。ちょっとね、マジでわかんない。包帯を見つける。この調べてる間に周りから来たら困るんだよね、すごい。いやー、でもこの主人公はなかなかいい男ですよ。いや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 、ここ多分迷う人いないんじゃないかなっていうレベルのとこなんで、
え？やべ、多分迷うとこじゃないから多分乗ってねえかもしんねえ。それくらい多分迷うとこじゃないと思うんですよね、これ。喉痛え。え、あーは、1コルだ、眠っているわけじゃない。どれだろう。あ、ドア頭ぶち抜くところだ、これだ。ここだ、ここだ。発電機の包帯を見つける、この包帯を見つけるがね、意外と分かんないんだよね。建物の外側から屋根の上の屋根に登ると、屋根からスピーカーを2つ壊す。あ、スピーカーを2つ壊す、開かないの。いや、開かないんだよね多分ね。そういうことはなんかできないんだよ。スピーカーを2つ壊せばいいらしいっす。うん、どうやら、どうやらね。スピーカーってなんだろう。スピーカーを2つ壊す。どれのこと？スピーカーって。ああ、あのさっきの音量が出てたやつね。これの、あ、落ちちゃった。これだからぶち壊せばいいんじゃないの。これか、これ壊せばいいんか。壊れてなくね。これか、これか、これか、これか。あ、これか、これか。これだね。スピーカーって。壊れたの？これ。あ、壊れた。OK。ありがとう。でも、スピーカーあともう一つあるらしいんだよね。これを辿っていった先にあったりする？これないね。スピーカー1個でしょ。2つって書いたんだけども、もうこれで音出ねえんじゃねえの多分。これか、これもか。これ関係ないか。これカメラか。一回これで押してみましょう、もう一回。これで音鳴らないはずだと思うよ。鳴るんかい。鳴るんかい。ちょっと黙って。どこ？あともう一個のスピーカーって。あ、これか、これか、これか。あった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 。あった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 。これだ、これだ。あんま弾使いたくなかった。弾使わなくてよかったね、多分今の。手で壊せた、多分。これでなんないから、これで入れると思うんでしょ。これで入れるよね。OK。これで、悪発。入れるんだ。OK。おー、来た。やばい、これわからんわ。包帯はどこに置いてあるんだ。やべ、マジ怖えんだけど、どっから飛び出してくるかわかんねえぞこれ。 P
ピストルの弾でかい、でかいでかいでかい。包帯か、絶対かえ。医療キットでかい。ここ宝物庫だ、ここ。いや来るんじゃねえの、いるんじゃねえの、いねえの。てか俺のね、あ大丈夫だ、閉まってる。オッケーオッケーオッケー。これ明かりつけましょう、これ明かりつけましょう。これダメだ、あ出ちゃうのね、出ちゃうのね、出なくていい、出なくていい。包帯を見つけるまでは帰らない。そうそうそう、それは知ってるんだよね。医療ユニットの中にあるはずだ。こん中かい。よかった、包帯があったぞ。よし、包帯見つけたぞ。ブーザーのところに。ブーザー、おおおお、収入域。おこれでかい、レベルアップじゃん。フォーカスモード。いいね。フォーカスモードなんですけど今。え怖い怖い怖い。何？やばい、コントローラーから音出てるんですけど。え、何？コントローラーから音出てるんですけど、初めてなんですけど、こんなの。ああ。これ安全地帯らしいっすよ。ちょっとやばいやばい。なんかすごいコントローラーが感染してる。おい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 、周りに復活したぞ、寝てる間に。いや休むのはいいけど復活したぞ敵がよ。怖いよ俺は。ちょっとここでガンロッカー、あーちょっと敵がいるんで、もう外に。そうだね、始末しないと。やだな、また復活してんでしょ。嘘でしょ、もういい。いる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 、音がする、音が。いやー嫌だ、どっから出ても襲われそう。見えねえんだよな、あいにくこの視界から。いるのか。いやとりあえず行ってみると分かんない。いる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 ね、いるねいるね。まあまあ現状把握しよう。とりあえずしゃがみは俺は。あ、味方？味方？味方？味方ないね。OK ね。ただ、1体、2体。あ ?2 体？ 2 体か。とりあえず確認で。ちょっと上に登れば早いか、話。ね。上に登ってちょっと現状を確認しよう。うん、こっちの方が早いわ。こういう時は上に登っちゃった方が手っ取り早いっていうね話。あ、いっぱいいる。ただこれ上登ってくっかさ、こいつら怖いんだよね。あ、いっぱいいるし。やばい、遠いから外れる、遠いから外れる。やめよう、ちょっとやめようぜ。おーおーおお、お前はファイアークスの餌食だ、お前はファイアークスの餌食だ、お前は。こらいや、もう俺にはファイアークスという最強の武器があることに気づいた。ファイアークス強い、2撃で死ぬぞ、これ結構強いぞ。
だってファイアーアクスのおかげであの首切れてるからね、完全にほら首が真っ二つっていうかあの取れちゃってるから、これはいいぞ、素敵、強い、 このファイアークスさえあれば俺もう何でも勝てる気がする。じゃあ行きましょう。いや、こう、あーもう全然いける。おお、かかってこいよ、俺にはファイアークスがあるからな。もう正面から堂々と行っちゃうからやばい、一撃なんすけど、これ最強の武器じゃないか、これ手放せないよもう俺は。でこれでどうすればいいんだ、ブーザーに包帯したら、あ戻んなきゃいけない、え待って、どこいるどこいるどこいる、音がする、あいる、あこの人数はまずい、この人数はまずいけどもうバレてるから行くしかない、バレてるから行くしかないし、勝てるし、3体でも何体でも勝てる。はい、どんどん来いよ、おい一撃だからね、この武器強すぎないか、ちょっとチート武器だろこれ。あでもこれ耐久度があるんだ、まずい、あと 20%。 おい、応答しろ。いやさすがにそうですよね、強すぎるもんこれ、無限に使えたら銃いらないもん。いやファイアークス強えわ、応答しないぞブーザーが。いやー俺ファイアークス気に入ったわな。とりあえずこういうところで弾の補給、まあここ燃料しかないけどな多分。これが怖いわけよ、これが怖いわけよ、結構このトランクめっちゃ怖いわけよ、来るからないきなり。おーし、ビール瓶って何に使うの一体。鹿が出るらしいです、ここ。いやーファイアークスもな、もう 20% の耐久力だから。あいる、ああれ鹿か、フリーカーじゃねえや、鹿と戯れようかなと思ったけど、そんな時間はない俺には。死んだふりとかやめろよ、頼むからマジで。死んだふりはなしだぞ、ちょっとさすがに。これ人間じゃね普通に、これ人間じゃん、フリーカーじゃない、これ人間だった。あこの前俺が殺したやつだ、うん、あれまだいたんだここに。目的の場所が遠いよあれフリーカーじゃないでしょ、鹿でしょあれね、あれ鹿だよね、鹿はどうすんのこれ、なんかに使えるこれ。まあ俺無駄な殺生嫌いだから鹿倒さない、鹿は鹿で頑張って生きてるからね。そうああいうのを殺すのは俺は正直ナンセンスだと思ってるんで。あれは何、あれフリーカー、あれ狼じゃねえの、これ狼でしょ、狼は襲ってくるんじゃん、狼襲ってくるだろう、あんま近寄らない方がいいよこれ。来た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 、狼はこれやんなきゃやられるから、ほら来てやられるやられる、狼はまずいよ。うわうわうわ、死ぬ死ぬ死ぬ、まさかの狼でファイアクスなくなったぞ。ちょっと狼襲うかい。狼の肉？いやーやっぱ狼は来るんだな。誤算だったこれは。フリーカー以外にも敵がいました。
まさかファイアークスをぶっ壊されるとはな、犬ごときに。ワンコロにやられました。ちょっと吹かれも終わされたしね、ちょっと一回。いやー、怖い。ちょっと怖いよ。ちょっと、やばいかな。この持ち物がさ、もうナイフしかないからさ、攻撃力がさ、低いわけですよ。やばい、死ぬ。このトラップはちょっと、やばいでしょ？今俺見えてたんだけどさ、あえてかかっちゃったんだよね。よくこいつ動けんな。派手にトラップ引っかかっただろ、今。まあゲームの性質上しょうがないよね。いない。トラップまであるんだよね。なんてこったい。よし、多分こっちに行けば、ブザーの元に着くような気がする。ちょっとさ、フィールドが広すぎてさ、覚えてないんだ、俺も道を。もう、うわ、なんかこれどうする？行ってみる。これ、ここを行く勇気俺にはないよ。これ絶対危ないよね、ここ。いや、これ怖い怖い怖い。無理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 だわ。これでも行ってみたい気持ち。これアウトだろう、ここ。これちょっと、しかも天気悪いけど、これ雨宿りさせてもらおう、ここで。いや、いや、明かりで照らしていけばなんとかなる。ゴミがすごい。うーわ、こんなとこ入ってたらもう自殺行為だろ、これ。すごいんですけど。しかもこの橋大丈夫か、これ。渡れねえんじゃねえの、これ。落ちたら最悪だよ、これ。やめよう。寄り道してる暇はない、俺には。ブーザーに包帯を 届けなきゃいけないから。ねえ、あんなとこ行ってね、遊んでる場合じゃないんだよって言おうとしてたら、もう時間が来てるんで、とりあえず今回はこの辺でやめときます。ちょっと身が持たないんで、1時間以上はこれ本当危険なゲームなんで。今回この辺で終わりにしておきます。また、続きはまた今度。待って、なんかいる。鹿か、これ。これ鹿だよね。狼はもう要注意だよ。鹿は多分襲ってこないでしょ、言っても。あ、気づいたね。こっちに気づいたね、今。で、こっちを見てるね。鹿がこっちを見てます。気づいてます、僕。もう、こちら側に。我々に気づいてます。あ、で、木に隠れました。まあ、鹿は温厚だから、まあいいわな。ああ、こいつも気づいたね。ちょっと待って、お前襲ってくんだよ、鹿。鹿は多分大丈夫、温厚だから。そう。こいつらに害はないはず。で、鹿がまあ、ここら辺にいっぱいいるってことは、多分フリーカーも多分いないと思うんだよね。穏やかな場所だと信じたい、俺は。で、迷ってます。絶賛迷い中なんで、まあまた 今日はこの辺で切り上げて。面白かったと。いや、ありがとうございます。ちょっと、セーブしてやめます。セーブできないということなんで、まあまあ、またこの画面からね、始めると思うんで、
ということで、また次回ですね、ありがとうございました。